職権ではないですけど、はい、いらっしゃい。コメントしないんじゃなかったの？挨拶。こんばんは、あんちゃん、こんばんは。サタボーさん、こんばんは。リンドさん、ことよろ4回目4回目のことよろ。漏れない、わかんないんだよね。こんばんは。うん、おお、たくさんたくさん久しぶりだ。こんばんちゃんこんばんは。こんばんは。辛いよ。先ぶりあんちゃん、こんばんは。みんみさん、いらっしゃいまーちゃんさん、こんばんは。あぶちゃん、あー、こんばんは。ジムで運動してきた。お、いいですね、アクティブに動いてきた。うん、今日はずっと食べてたさっきしゃぶしゃぶといっぱいおせちを食べてきました。なんかね、すき焼き派の親戚で集まったんだけど、すき焼き派の人としゃぶしゃぶ派の人がいて両方食べたけど、やっぱしゃぶしゃぶの方が美味しかったですね。はい、これは辛いよ。じゃあ来年もよろしく来年もよろしく。ことよろ、来よろ。辛いね。PC だから名前が、あ、入り内島家の犬になっちゃいましたか最近タピオカなんだ。最近タピオカは飲んでないけど、昨日なんかスタバのなんだっけ、きなこ餅餅みたいなのが入ったのは飲んだ。あれ新しいやつですかね。それは飲みました。みんなタピってる？タピってる？今日パエリア作った。おー、本格的。どうやって作ったの？こんばんは、尾崎さん、こんばんは。いつもありがとうございます、来てくれて。ひゃっはー、飲んでません。再来年遠くない？ちょっとなっちゃん、こんばんは。相川さん、こんばんは。タピったことない？それは思ったね。ちょっとタピったことないはないタピったことない人いますか？あ、でも多分私のママとかタピったことないわ。こっちの方がいいかな。え、どっちが漏れてる？こんばんは。早瀬さん、こんばんは。いらっしゃい。ヘニさん、こんばんは。こんばんは。あたりに会えて嬉しいです嬉しいです。私も可愛いアイコンが、え、待って、アットナタリーはワイの天使になってんだけど何？天使めっちゃ嬉しいシナモンじゃん、アイコン可愛いサフランライス、あ、黄色のライスだよね。あれ美味しくない？あれ美味しいよね。冷凍のパナメイエビ。パナメイエビってなんや。むきあさりとアスパラだけで作ったわ、やっぱり。美味しそう。意外とできるんだね意外とできるんだ俺もないです。あー、ないの。まあでもね、なんかカロリー的にはラーメン食べた方がいいよね。でもちょっと飽きてきたかも、タッピーも。でもあれが好き、なんかゴディバの、まあ、タピオカ入ってなくてもいいんだけど、ゴディバもタピオカあるじゃん。あ、値段が大して変わらないんだけど、100円ぐらいしか多分買わない。で、500円か600円ぐらいなんだけど、めっちゃ美味しいの、あれ。飲んでみてください。
りょうくんこんばんは。もう覚えた。なたちゃん、なたちゃんこんばんは。しげにさんこんばんは。に、え、料理できるの？絶対できないでしょ。ラーメン作るの任せて。食べたいラーメン。おすすめありますか？みんな何ラーメンが好き？私は最近行ったところがめっちゃ美味しかったから、ちょっとまたね一人ラーメンでもしようかななんて思ってますけど思ってますけどね。最近一人でご飯食べてるのよく。スタバも昨日一人で行ったんですよ。一人で行ったんですよ。強くない？ね。ぼっち。本当ナタリーさんロス、早く会いたいっす。私も。青楽しみ。ニゴさん、ナタリーの生誕さんに遅刻しました。いや、ミンミンさんニゴさんには触れなくていいんですよ。触れなくていいんですよ。やっと覚えてくれた。覚えてるから本当に、覚えてる。昨日も後半で気づいたから。うん。やっほ、昨日ぶりだね。おお、昨日ぶり、嬉しい。また見に来てね。そう、頻度上げてるんで。今日初見さんが、今日っていうか、この配信はいないですね、全然。そしてお詫びに、肉をなぜか買ってきました。チーズじゃなくてお肉買ってきたの？まあでも私はあの時、私の生誕祭なのにあやかちゃんにプレゼントを渡すというね。まあいいんですけど、だったらあのいやまあいいんですけど、あやかちゃん推しやんみたいな。いや、いいんだよ全然。おーちゃんトレインも配信中だから忙しい。あ、そうなの？おーちゃんさん配信してるんですか？うん。いや、そんなこと言ったらみんなそっち行っちゃうわ。やだ。いや、マジで、母親の作ったやつ一回見たら全部覚える。そんなことある？超能力やね。こっちの向きだとちょっと暗いですかね。こっちの方がいい？わからん。あ、月の人さんこんばんは。来てくれてありがとう。ね、本当に宿題する気しない。それな、本当にしない。あ、でも私ちょっと手元に宿題置いてあるんですよ。偉くない？あのね、回答がないと思ってたら、いや、なんか宿題の種類がいっぱいありすぎて、まずこのなんかワントラってやつは回答があったんで、あの、数学はちょっと甘えました。これをまあ後半、もう前半はちょっと自力で何ページかやったので、まあいいかなってことで、後半はね答えをこっぴらせていただきますね。分からん、本当に分からん、難しい。でも前半は簡単だった、頑張った。前半は覚えてますか、こういうのみんな。あるかな、ちょっと例題。何系のラーメンが好きですか？